紋章の謎における強すぎる武器、杖を紹介していきたいと思います。まずはじめはメリクルソードです。メリクルソードはアカネンヤの三種の神器の一つであり、第1部では16章においてエストの加入とともに入手でき、第2部ではアストリアが所持しており、アストリアを倒す、もしくは16章でアストリアを仲間にすると入手できます。威力20、命中100とともに優れており、そこまで重くもないので高速落ちもしづらいです。武器レベルは12必要であり、ジュリアンとリカードに装備させたい場合は注意が必要ですが、他のユニットの場合、普通に育てていればまず問題なく装備可能になると思います。またメリクルを装備すると取得経験値が2倍となるので、一気にレベルが上がりやすくなります。剣なので射程は1ですが、剣を装備できるクラスが多いため、屋外マップでも室内マップでも十分活用できます。勇者であるオグマやナバールに持たせれば、まさに鬼に金棒ですね。続いてはグラディウスです。グラディウスもアカネイヤの三種の神器の一つであり、第1部では16章において神を倒すことで入手でき、第2部では20章においてハーディンを倒すことで入手できます。メリクルと同じ威力、命中であるため性能は高いですが、若干重いのは気になります。武器レベルは気にしなくても問題ない値ですが、第1部の動画は武器レベルが上がりづらいので注意です。メリクルと同様、装備時取得経験値が2倍になりますが、グラディウスの最大の特徴は射程1から2です。間接攻撃に対しても反撃できるのは本当に強力です。同じ射程1から2の手槍は命中が低く、重さが20なので追撃ができませんが、グラディウスは高命中で追撃も可能です。しかし、紋章では室内マップで槍を装備可能なクラスがアーマーナイト、ジェネラルしかいないため、アーマー系を育成しないと終章でグラディウスを使用することができないです。このため多くの人が動画にグラディウスを持たせたのではないでしょうか。紋章に慣れている人はトムスやシーマ様に持たせるのも鉄板ですね。続いてはパルティアです。パルティアもアカネイヤの三種の神器の一つであり、第1部では10章のアカネイヤパレスをクリア後に入手でき、第2部ではジョルジュが所持しており、ジョルジュを倒す、もしくは8章でジョルジュを仲間にすると入手できます。メリクルやグラディウスより比較的早く手に入るのは高評価です。メリクル、グラディウスと同様に威力、命中は申し分ないですが、キラー棒や銀の弓に比べて重いのは注意です。武器レベルはカシムが若干足りない可能性がありますが、他のユニットは気にしなくてもいいと思います。取得経験値が2倍になるのでレベルが上がりやすくなるほか、攻撃被弾時に炎のエフェクトがかかり、めちゃくちゃかっこいいです。ホースメンの高移動力からの攻撃やスナイパーの高パラメータでの攻撃、どちらも非常に強力です。ぜひとも皆さんが思う大陸一の弓使いに持たせましょう。続いてエクスカリバーです。エクスカリバーは大賢者ガトーが大地のオーブから作り出した風魔法であり、現在はカダインの公使祭ウェンデルからマリクに継承されました。第1部では4章、第2部では10章においてそれぞれマリクの初期装備として登場します。威力も十分であり命中も高く、何より必殺が30と非常に高く、飛行特攻であるのが強力です。ただ設定通りマリクの専用武器であり、他の魔導士系ユニットは装備することができません。そりゃエルレーンもグレますよね。マリク自体成長率が高く、第2部では終章の説得ユニットであることから、特にこだわりや縛りがなければ間違いなく運用していくユニットと魔法であると思います。続いてオーラです。オーラは大賢者ガトーが光のオーブから作り出した魔法であり、現在はアカネイヤ王国の大司祭ミロアの娘であるリンダに継承されています。第1部では9章、第2部では3章においてそれぞれリンダの初期装備として登場します。命中は少し低めで武器自体重めですが、何より威力が凄まじく高いです。紋章は基本的に魔防が低く設定されているため、一発で絶大なダメージが期待できます。このオーラも設定通りリンダ専用装備です。リンダ自身技速さが高めなため、武器の命中の低さや重さはそこまで気にならないと思います。特に第2部では強力なドラゴンナイトと序盤から戦うことになるので、このオーラが頼りになる場面も多いと思います。リンダ自身人気の高いユニットなので、多くの人がこのオーラにお世話になったと思います。続いてリザイアです。ここに来て三種の神器や専用魔法ではなく普通の魔法の紹介です。リザイアは第2部においてリンダの初期装備として登場、また17章において盗賊がドロップします。威力、命中はそれなりに高めですが、武器自体かなり重く、女性しか装備することができません。しかしこのリザイアは与えたダメージ分回復できるという効果があります。これがめちゃくちゃ強力です。
敵の攻撃で食らったダメージをリザイアの反撃によって回復できるので、使用者の能力が高いと8つか負けを恐れず次々と敵を倒していく地雷戦法が強力です。武器の耐久が減らなくなる星のオーブを持たせて最強の無双ユニットとして運用したことあるのは僕だけではないはずです。ただ女性魔導士は耐久面に難があるため一撃で倒されてしまう可能性があります。 HP や守備を補強してあげましょう。続いてはワープの杖です。ワープの杖は武器レベル7で装備することができ、味方1人を任意の場所に移動させることができます。第1部ではレナの初期装備として登場、また14章の宝箱から入手可能です。第2部では14章の盗賊がドロップします。シリーズ恒例のワープの杖ですが、紋章のワープの杖はとんでもない性能をしています。それは射程が無限という点です。つまりどこでも好きな場所に移動させることができます。これによりいきなりボスの前にワープさせることも可能であり、攻略が面倒な章ではマップギミックを無視して速攻でクリアすることも可能です。また武器耐久も7あるため、それなりに乱用しても問題ありません。基本的に超高性能であるワープですが、ここまでぶっ壊れているワープは紋章とトラキアだけですね。続いてはレスキューの杖です。レスキューの杖は味方を自分の隣にワープさせることができ、ユミナ専用装備です。第2部の4章においてユミナの初期装備として登場します。この杖もシリーズ恒例の杖ですが、紋章ではワープと同様射程が無限です。つまりマップのどこにいてもユニットを隣にワープさせることができます。基本的には待機場所を間違えてしまった時の緊急回避手段として用いられますが、ワープで飛ばしたユニットを回収するのにも使えます。また第2部の10章の魔導士2人ではマリクをレスキューしないとエルレンかマリクどちらかが高確率でロストしてしまうので、レスキューはほぼ必須です。最後に紹介するのはアゲインの杖です。今までいろんな武器や杖を紹介しましたが、ぶっちゃけこのアゲインの杖が一番ぶっ壊れてると個人的には思います。アゲインの杖は武器レベル20で装備でき、使うと味方全員を行動可能にするという効果です。第2部の14章の宝箱から入手できます。さすがに効果がヤバすぎます。最近の FE でも覚醒の疾風陣雷や風化雪月のアイムールなど踊り子の他に再行動できる効果は多数あり、どれも非常に強力ですが、それの比にならないぐらいぶっ壊れています。これによりアゲインの杖によりゴリ押し攻略が可能であり、終盤の攻略が難しい章も難なくクリアが可能です。踊り子フィーナを用いればアゲインの杖を連続で使用することもできます。ただ耐久が3しかなく、ハマーンでは直せないのは残念です。あまりに強すぎるのでリメイクの新紋章では味方全員から味方1人に弱体化されました。 FE 全作品の中でもトップクラスにぶっ壊れていると思います。以上、紋章謎における強すぎる武器杖の紹介でした。皆さんが特に印象深かったものをぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。このチャンネルではファイアーエンブレムに関する動画または配信を定期的に投稿しています。ファイアーエンブレムが好きな方、ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。またツイッターもやってるのでフォローしてくださると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。